非行優勝狙うリバプールに悲劇 POTM 受賞のジョタが2ヶ月の負傷離脱へ。速報ディオモジョタは膝の重傷を避けるため、約2ヶ月離脱する予定だ。レコードポータガル。ジョタも怪我復帰してそんな経ってないで怪我だし、ティアゴもついたちで怪我だし、もうやめたってくれよ。サラーも再発したらしいじゃん。自節欠場濃厚とかって。ジョタの予想外の怪我のせいでサラーが急遽出ることになって再発とか、玉突きにも程がある。ジョタは2ヶ月で済んでよかったけど調子よかっただけに痛い。怪我人増えていく一方で復帰のニュースもないし、辛いな。いいニュースはジョタが思ったより重傷じゃなさそうってだけかな。月間 MVP 取ったばかりやのに。サラーについてはそもそも出場時間がアクシデントで長くなったし、アップもあまりできてなかっただろうから致し方ないと思う。ヌニェスはどこで怪我したのかな、心配。次のルートン戦アリソン・マキプ・ティエ・ティアゴ・ソボ・カーティス・ジョタ・ヌニェス・サラーがいない、終わってない。個人的に今季一番勝ちたくない選手だった。待ってるよジョタ。半年でカクカクのしてたジョタの怪我が2ヶ月と聞いてたいと思ったらサラー怪我とかで震えてる。